今晩1日の労働時間が通勤時間を含めても10時間で帰ってから子どもの時間も必要なので毎日頑張っても1時間2時間ほどの時間があるのですが副業で月収30万円稼ぐなら大ーなら何の副業をお勧めしますかうんまあそうですね僕はいつもこうベタにね副業をやるんだったらアフレートがいいですよって言ってるんですけど別にその起業したい人に対してそう言ってるんですがそういうわけじゃなくて純粋に空いた時間にお金稼ぎたいよって人であればですねえっ、ー、とねあんまりこれ言ったらねちょっとね怒ら,怒,ら怒られちゃうかもしれないんですけど、えー、まあここ配信だから言いますけどね Okay. NFT ですね、NFT の転売が一番儲かると思いますね今、はい、実際僕の視聴者さんでも、この配信見てる人でも、それですごく稼いで、1億円稼ぎました、2億円稼ぎましたとか、まあ、むしろなんか切り抜けやってた人が、そっちで稼げるようになったりとかする人も実は増えてたりするんですけど、今、NFT って、えー、とすごいなんか価格の乖離があるんですよね、価格の乖離があるんです、これ、何かっていうと,、えー、と、普通に相場があるじゃないですか、相場があるんだけど、相場より高く売ってる NFT もあれば、相場より安く売ってる NFT もあるんですよね。 相場っていうのは普通に検索すすれば結構分かるんですよね、えーと。例えばオープンシートとかで過去にいくらで買われてたかとかで分かるんですけどで、その帰りが何で起きるかっていうと値段を決めるのが売り手なんですよねまあオークションなんで当たり前なんですけど売り手なんですよだから、えー、すぐにお金が欲しい人はお金っていうか仮想通貨に変えたい人は安く出しますよねでも、えー、全然まだまだ、えー、余裕があるしもっと持っていきたいなとか売れればラッキーみたいな人は高く出すんですよで僕は何が言いたいかっていうとすぐにお金がすぐに仮想通貨に変えたいとかすぐにこう売ってね買い 点率を上げたい。まあ、あのどん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 資金効率を上げたいっていう売り手もいるんで、そういう価格乖離があるようなやつをすごく安く買うんですよ。買って、えー、適正価格で売るってことを繰り返すだけで今すごく儲かると思ってます。はい、nft アートで11月40万以上取れました。ああ、すごいですね。雑誌からの取材もいただいたそうですよ。ビジネスマインドさん、青汁王子切り抜きビジネスマインドさん。 えすごいですねはいでも実際そんな感じで今 NFT の転売をするとですね簡単に稼げますはいマジで簡単に稼げますもうほんとされても稼げますはいただこれがずっと続くか分かんないしじゃあ1年後もそういう風になってますかって言われたら僕はイエスとは言えないですね分かんないですあのやっぱりこうビジネスって歪みっていうのがあるんですよ歪みっていうのがあって何かっていうと要はそういう NFT とか新しいテクノロジーの分野っていうのはまだまだこう成熟化されないじゃないですかだからそういう現象が起きるんですね僕はここれマーケットのの歪歪みって言ってて言るんですけどただ いずれ適正化されるんでそうなったらなかなか稼ぐのが難しくなると思いますはい適正価格の判断は、えー、と過去の売買履歴から分かれます過去に例えば10イーサで売れ,売れていたものが例えばじゃあ7イーサとか6イーサとか、まあ、半分の5イーサで売られていたら絶対買った方がいいじゃないですか買ってすぐもう一回10イーサで売れば利剤は儲かれますよねそういうふうな考えをそういう視点を持ってもらえればいいんじゃないかなと思ってますはいということで、えー、頑張って更新するんで皆さんチャンネル登録と高評価お願いしますおつじる